どうもー、伊達ちんチャンネルへようこそ。伊達ちんでございます。先日ハードオフこちらに行ったんですけれどもね、ここでなんとお宝グッズを発見して、今回は買ってきたんでご紹介していきたいと思います。それがこちらでございます。じゃじゃじゃーん、このねフィギュアを限定 CCP マスカラコレクションボリューム81ペンタゴンでございます。今回ねこのペンタゴンなんですけれども、約10年ぐらい前にね発売した商品なんですけれども、なかなかやっぱりなくて、で持ってなかったんです。持ってなくて欲しくて、で探しまくっていたんですけども、なかなか巡り会えずということで、今回ねたまたま行ったハードオフさんで、こちらのペンタゴン売っていたんで、今回はこちらのペンタゴンの方を開封して、私の持っておるフィギュアケースの方に飾っていきたいと思います。早速開けていきましょう。はい、それではね早速開けていきたいと思います。これは中古品でございます。まあ10年ぐらい前の中古品でございますんでね、まあ結構箱の傷みとかはねまあありますけどね、まあとりあえず箱出しちゃってね開けるんでいいかなと思いますけども、開けていきましょう。結構これまあ前に持ってたユーザーの方もね、結構これ結構あれだね、結構まあ持ってどういう状態でねこう持ってたのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、結構まあ綺麗な状態だと思うんですよね。さあ行きましょう。おーかっこいい、かなりかっこいい。で今回こちらのペンタゴンなんですけれども、発光バージョンということでございます。はい、こちらでございます。じゃじゃーん、こちらのペンタゴンでございます。こちらペンタゴンボリューム81ということで、かなりねかっこいいですよ。状態の方も結構綺麗に飾ってあったと思うんで、まあ汚れとかもまあないですし、多分飾ってあったんだな多分ね。こちらのペンタゴンでございます。で羽見てください。こちらが発光バージョンということで、これボタンとかもないんだけどね、これどうやったら発光するのかわかんないんだけど、クロノス、これがクロノスチェンジ、違うな、なんだろう、発光するのがちょっとわかんない、どこで光るのかっていうのが分からない。このペンタゴンのこの腰の部分をキュッてやると、光るギミックとかそういうのではなさげなんですけども、もうこれちょっと発光ということで、今回ねこの特別に付属品、この付属品なんかもバッチリついてる。こちらの付属品についても、ペンタゴンの顔、そしてペンタゴンの手、これね、揃っている状況でございます。付属品がねなかったり、ちょっと欠品してたりするとね、ちょっと痛いかなっていうところもありましたけども、これはかなりかっこいいですよ。この羽、これ俺はペンタゴンね、ブラックホールも持ってますけれども、やっぱりこのペンタゴン単体でやっぱりないとちょっとね寂しい感じもしますよね。光を当てる、これじゃないだろうな、このギミックは。発光っていうのもこれ光んないのかな、ちょっと光る方法をちょっと知りたいな。こんな感じ、これはもう完全にかっこいいですよね。動く、特にこう動くっていうギミックは特にないんだけど、今回こちら私ハードオフで見かけたのが約8000ぐらいでね、こちらの方購入いたしました。やっぱりこのペンタゴンといって、やっぱりウォーズマンと戦ってこのベアークローで引き裂かれるあのシーン、もうこれなんか衝撃的だったんですけれども、タッグマッチ編でやはりブラックホールとコンビを組むってところがやはりね良かったんじゃないかなと思いますけれども、まあ本当にめちゃくちゃね、ウォーズマンと戦った時は結構残虐にやられたイメージがあって、この羽とかもむしり取られたわけですよ、ウォーズマンに。ぐしゃっとね。もうあれが本当に衝撃的で、もうベアクローで刺されてからのこう顔を引かれるっていう、これですよ。これは本当にね、残虐だったかなと思いますよ。このペンタゴン。これ、なんだかんだ言ってね、本当に、まあ、簡単っちゃ、このシンプルなんだけど、めちゃめちゃかっこいい超人だと思うんですよ。この星出し、このクロノスチェンジ、こう顔をね、キュッとね、こうチェンジする、このペンタゴンです。で、このね、この、角みたいなやつ。これもいい。で、この羽ですよね。やっぱりこのペンタゴンって言うと、この翼。これがやっぱり特徴的かなと思います。やっぱりこのね、四次元殺法というところでは、このペンタゴンめちゃめちゃね、こう、強いかなというふうに思います。はい、それではね、こちらのペンタゴン、じっくり見ていきたいと思います。はい、今回こちらのペンタゴンでございますけれども、超人強度は70万パワーと
ということで、正義超人でございます。こちら出身国がアメリカ合衆国ということで、テリーマン、スペシャルマンと同じね、アメリカの超人ということでございますけれども、このペンタゴンでございますけれども、やはり特徴的なのはね、この大きな羽じゃないかなというふうに思います。このペンタゴンですけれども、ウォーズマン戦、やはりこの衝撃だったんじゃないかなと思いますけれども、ベアークローで破られる、そしてあの羽をもがれてね、もう本当に飛ぶ鳥の息を殺されたかのように、このペンタゴン最後ね、やられてしまうんですけれども、あのシーンはねかなり衝撃的でございました。それからまあ、あのタックマッチ編ではございますけれども、4次元殺法コンビ、ブラックホールのコンビでございます。これがね、4次元交差というこの本当にトリッキーな戦い方だったんですけれども、得意技としてはスペースファルコン、スペースシャトル、トップザタイム、まあいろいろなね、必殺技ございます。このペンタゴン、このシンプルさがね逆にいいかなというところもございます。そしてこのペンタゴンと、やはり4次元殺法コンビでパートナーを務めておったこのブラックホール、やはりこのブラックホールも結構シンプルな超人なんですけれども、この4次元殺法コンビのブラックホール、そしてペンタゴン、このね、本当にトリッキーな戦い方、これは本当にね、多くの超人を苦しめてきたんじゃないかなというふうに思います。はい、とりあえずこんな感じで4次元殺法コンビ並べてみました。どうでしょう、かなりかっこいいんじゃないですか、この4次元殺法コンビ、このペンタゴン、そしてブラックホール、これは本当にね、この2人入れるとこの映える感じでございますね。これはマジでかっこいい、光沢あるブラックホール、そしてこの発光バージョンのペンタゴンということで、結構ねこのシンプルなね作りではあるんですが、マジでかっこいいんじゃないかなというふうに思います。やっぱこんな感じで楽しむこともできると、この4次元殺法コンビのこちらのこの4次元殺法、こんな感じだとね、マジでねこれかっこいいね、こんな感じでちょっとフィギュアケースにあったら、これはもうクラスではモテモテですよ、これほんとマジで。はい、こんな感じでペンタゴンとウォーズマン並べてみました。これはかなりかっこいいんじゃないですか、この臨場感あふれるこのね超人オリンピックを思い起こさせるこの名場面ですよ、これがね再現できてしまうと、これはマジでかっこいいんじゃないかなと思います。このペンタゴン、そしてこのウォーズマン、このねこれから繰り広げられるマジなこの残虐なこのシーン、これはすごそうだね。このペンタゴンがこの羽をもがれて、そしてこの顔をねこのベアクローで刺されると思ったら、これはすごいシーンが生まれるんじゃないかなというふうに思います。こちらのシーンはね本編で登場しなかった、このありそうでありえないこの超人指定コンビと4次元殺法コンビ、このシーン、これあったらいいね、このベストバウト、これはマジこれも結構映えるんじゃないかなと思います。前ロビーマスク、そしてウォーズマン、そしてペンタゴン、そしてブラックホール、このね、タッグマッチ、これもちょっと見てみたい感じがしますね。はい、ペンタゴンの方、こんな感じで私のフィギュアケースに入れてみました。で、かなりね、充実した内容になってきたかなと思います。まあ、ちょっと手前側にね、ペンタゴンとブラックホールを移動させて、まあ、こちらの4次元殺法コンビのこのね、合体したこのね、ペンタゴンとブラックホール、この横にね、こんな感じで置いてみました。これはかなりね、かっこいい感じになってきたんじゃないかなと。ちょっとだけフィギュアケースの方がパンパンになってきちゃって、だいぶちょっと厳しい状況もありますけれども。まあ、上の段にね、ちょっともっと映せばいいかなというふうに思いますし、ちょっとフィギュアケースの方ね、また、これどうにかしなきゃいけないなっていうふうにあるんですけれども、やはりこのね、このフィギュアケースにペンタゴン、これをね、飾ることによって、ようやくね、この4次元殺法コンビがね、揃った感じがします。これまあ蓋閉めてもいいしね、これはもうかなりいい感じです。もう本当にお店のショーケースみたいなね感じでございますからね、このペンタゴンようやくねゲットできてよかったかなというふうに思います。はい、ということで本日こちら筋肉マン CCP フィギュアを限定ボリューム81ペンタゴンのご紹介でございましたけれども、やはりこのペンタゴン、そしてブラックホールの4次元殺法コンビ、こちらがね、ようやくね結成できたかなというふうに思います。かなりね私のフィギュアケースの方もねいっぱいになってきてね、賑やかな感じになってきたなというところもございますけれどもね、こちらのペンタゴン、ようやくねもう10年越しでございます。10年越しにね、手に入れることができたんで、本当に大満足な結果でございました。本日も最後までご視聴いただきまして
本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。これで達人チャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にねチャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。